まったく。とりあえず調べてからだね。観察。木の奥の実。こいつがサイコピオンか。こいつらの毒っていいアイテムの材料になりそうじゃん。買ってもらえないとまずいから、あまりボコらないようにしようね。リフ、砂に潜ったら引きずり出してやって。へえ、砂に潜るのね。とりあえず、いやもうあれか。ボス戦じゃなければ下部戦闘にしとくか。確か戦闘が、まあ、攻撃を受けやすいっていう風になってたから、これでいいんじゃないかな。防御力もゼロであれば大丈夫か。うん。で、下部が攻撃を食らう。そうか、トゲガードついてるから、下部防御した時に相手もダメージ食らうのか。はいはいはい。なるほどね。でもこれ、あ、まあ、そっか。そっかそっかそっか。リーフとウィーも先頭にいるような火力が出せるんだ。あ、これはいいね。とりあえず倒しちゃって。あー、なるほどね。あ、いいねいいね。で、潜ったらもう終わりよ。やっぱ虫だもんな。バカだね。おバカさんだね。あな、お、めっちゃビリ出んじゃん。ここら辺でお金稼いでもいいかもな。とりあえず、砂漠、はー、なんだお前。なんだ、ちょっと可愛い顔が見えたぞ、今。とりあえず調べるか。いい、負のミト。嘘でしょ？こいつらもタネリンの仲間なの？自然って時々よくわかんないね。こいつら、いい目なんでボコるにはちょっと硬すぎ。カーブに任せた方がいいね。じゃあカーブまた先頭で。ああ、はいはい。殴ってからね。ああ、かわいいよね。顔。どうせやったらちょっとにこやかな顔が欲しかったけど。まあ、しょうがねえな、これ。あー、どうしよう。倒す？倒す？倒すの？サボリン。サイコピオンとサボリン。すげえな。サイコピオンって言うんだ。サイコピオン。あ、ここさ。さっきの敵を凍らせて取るのかな？え、違うか？あ、待って待って。あ、わかった。こうだ。はい、パッチシコン。パッチシコンよ。あ、あれ、博士の助手？何してんの？調査によると、このエリアに古代のアイテムがあるはずなのですが、行き詰まってしまいました。それとも、上に登る道に私が気づいていないだけでしょうか？サボテンを見たらサボリンと思え。上に行く道を見つけてないだけでしょうかってことは上に行く道があんのか。あ、オッケー。すぐ復活したな、お前。ちょっと待って。こうだ。こう来て、こうよ。着度満点。よしよしよし。古代のアイテムゲットだね。これで。なんだろう、古代アイテム。なんだろうな。カブの、あ？なんだ？クマシールドメダル。あ、クマムシか。見つけましたね。これはさまよる。さまよえるクマムシです。伝説ではとてつもなく長い時間を生きると言われてます。実際に見たことがあるわけではありませんか。蜂の巣でまた会えるかもね。当たる？あ、当たらねえよな。リーフ。ドラゴン。痛い。ドラゴン？ミミズ？いた。4！ バカじゃないの？
ちょっと一回出てこい、お前。バカじゃないの、本当に。一回調べないといけないから、うん。1、2の実。確か、こいつらこの辺り特有の生き物で、ずっと砂の下で獲物を待ってるんだったな。なんでも、石を噛み切れるぐらい歯が鋭いとか。リフ、君の力が必要そうだ。アローワームか。すげえな。HP8 もあんの？まあトルネードトスでいいか。ミスらなければ倒せる。オッケー。おい！ 1 しかねえぞ。いやー、アローワームはちょっと危険だな。あ、アガリクスだっけ。一瞬だけパワーをもたらすキノコ。TP6 回復するが、麻痺する。アガリクスだっけ。アガリスクだっけ。普通に迷ったな。待って待って。いえい。あ、違う？違うな。木を倒すわけじゃないんだ。あ、ここ最初の場所だ。完全に迷ったぞ。あ、この上行ってない。うん、この上行ってない。え、これ空き缶だよな。え、違うのかな。え、空き缶だよな。空き缶があるっていうことは人間がいるっていうことか。なんかまた遺跡っぽいのが出てきたな。かっこいいこの剣。ん？お前たち、蛇のあげた隊か。祭りでアリアと儀式をしていたよな。そうだよ。やっぱり、それじゃあお互い探検家仲間ね。私たちの話聞いたことある？と、聞いた話が確かなら、ストラトスさんとデリラさんですよね。これカブにさ、吹き出し出るのおかしいよね。そう、その通り。私がデリラで、待って、どっちだ？でっかい方がストラトスね。通称、怠け隊でしたっけ？達成した任務が一つ。軽量泥棒じゃねえかよ。面白い任務がないんでな。つまらないものにいちいち構う必要があるか。カブに全部吹き出しが入ってっからな。一人芝居なんだよね。そんなこと言いながら、それでも探検家を治ろっていいですか。ダメだ。カブの一人芝居にしか見えねえな。まあ、その城、砂の城ね。はいはい。この謎を解くと砂の城が出てくると。はい、わかりました。いやー、ダメだ。あのカブの一人芝居を笑っちゃうな。だって、一人で行って一人で怒ってんだもん。なもんわからんわ。よし、進んだんじゃねえの？終わったんじゃねえの？あ、よしよしよし。あ、でもここが繋がったのか。違うんだよな。砂の城はまだ早いんじゃねえかな。だってアイテムっていうアイテム。あ、じゃあクマムシのあれも違うもんね。あ、ここ来てないな。ほら、ピッタシコン。ピッタシコンってなんだ？我ながら。あ、待って、バック。そうか、わかった。あれだ。あー、そうか、リーとビーって HP プラスつけて、HP10 か。これ外せないな、HP プラスは。
あ、毒レジストと、毒ガードも外して、パラヨワールも外してあげて、これつければ、あ、これじゃねえや。カブに S ブロックつけてあげれば、守られるとプラマイゼロになるでしょう。で、3あるから、エフェクトプラスをリーフにつけると。これでいこう。これであれば、これであればね、まあ、毒状態にならなくても、活躍してくれるよね。で、お前は、サボリンだ。ほら、知ってた。エフェクトプラスしたことによって、どんだけ凍りやすくなってるか試してみようか。いや、それでもまあ、微妙なところだとは思うけどね。だいたい 50% の確率で凍るっていうのが、あー、マジか。結構凍るな。50% ぐらいの確率が70ぐらいに上がるのかな？いやー、エフェクトプラス買ってよかったわ。ちょっと失敗したかなと思ったけど、いや、全然いいな。ボス戦の時は、まあ、カブを毒にしたりだとか、いや、でもエフェクトプラスあれば大丈夫か。ガードしっかり決めれば、まあ、倒れることはないでしょう。いやー、アイテム使いたくないんだよな。いや、でもアイテム使わないとそろそろまずくもなってきたな。あ、違うんだって、罰じゃ。罰がジャンプじゃないんだよ、このゲーム。罰じゃないんだよな。もう、毎回間違う。まるでジャンプなんだよな。まあ、ボタン変更しろとかっていうのもわかるよ。わかるけどね、それするとね、今度また、あー違った、変えたんだよなーってなっちゃうんだよな。絶対言うよ、俺。言わないわけねえもん。よし、ナイスだー。ヴィーナスー、ヴィーナスー、8ミリぐらい上げる。8ミリで完全回復だ。あ、TP も回復してくれるんだ。有能だなー。話がしたい。この先からどうも危険な気配がするな。だが、なーに、癒してほしくばわらわに任せるがいい。みなさん、ああ、ボス戦だよね。あ、違う、あ、キャラバンだ。